平野紫仕様、飛べ合流の裏に隠された家族の絆と憧れの人山下智久との縁。ジャニーズ事務所を辞め、エンターテインメント会社、株式会社飛べへの合流が相次ぐ中、平野紫仕様が弟リクトタックを組んで家族経営の個人事務所を設立するとの噂が広がっています。 一方で、山下智久との交流や家族の存在が彼らにとって大きな影響を与えていることも明らかになっています。そんな彼らの意外な一面と魅力的なエピソードをご紹介します。不死、一飛べの勢いが止まらない。平野市要、山下智久の支える妹との密な関係。エンターテインメント会社、株式会社飛べ。 が続々と人気アーティストを迎え入れる中、山下智久との関係が話題になっています。山下はジャニーズ事務所を退場してからも音楽活動を活発化させ、マネージメントを担当しているのは美の妹山下里奈さん。元グラビアアイドルである彼女が山下の窓口を担当しており、彼をサポートしています。山下は世界的な活躍をしているため、 そのマネジメントはかなり大変なものと思われますが、リナさんが頼りにされる理由は彼女自身の人柄や性格にあるようです。山下智久が以前に複雑的なアメリカ人男性にバックアップされていたこともありましたが、その関係が切れた後、彼を支える重要な存在となったのが妹のリナさんです。 彼女の支えによって、山下は音楽活動だけでなく、海外の映画やドラマ作品にも出演し、世界的な成功を収めています。また、平野市要もまた家族との絆が強いことが明らかになっています。彼の実定陸氏はアーティストとして活動しており、平野自身も家族経営の個人事務所を設立するとの噂が広がっています。 育児の活動を応援する姿勢が伺えることから、家族との絆が彼の芸能活動にも大きく影響していると言えるでしょう。不死に山下智久と平野耀の憧れの人としてのつながり。山下智久と平野耀は、ジャニーズ事務所在籍時からお互いを尊敬し合っていることを公言しています。 特に平野市要は、山下智久の存在が戸部への合流の背後にあると言われています。彼が家族経営の個人事務所を設立し、弟陸士とタッグを組んで活躍する意欲は、山下智久の成功を目の当たりにして感じた強い憧れが背景にあるのかもしれません。 山下智久はジャニーズ事務所を退所してからも精力的に活動し、音楽活動だけでなく俳優としても国内外で成功を収めています。そんな彼の成功ストーリーが平野耀にとって大きな刺激となったのかもしれません。山下智久のように世界で活躍し、自分の可能性を広げていくことを憧れとして持つ平野耀の未来にも注目が集まります。 家族の絆が彼らを支え、憧れの人が未来の可能性を広げる。平野紫耀と山下智久のエンターテインメント界での活躍には、家族の絆と憧れの存在が大きく影響していることがわかりました。山下智久のマネジメントを担当する妹リナさんの存在や、平野紫耀の弟陸士との密な関係が、彼らの道を支え、未来の可能性を広げています。 家族との絆は、彼らがエンターテインメント界での活動を頼りに進んでいく上で、強力なサポートとなっていることがわかります。また、お互いを憧れの存在として尊敬し合うことで、彼らはより一層の成長を遂げていくことでしょう。戸辺には様々な経歴を持つアーティストたちが集まっています。 それぞれが家族や憧れの存在から受けた影響を背景に、自らの個性を発揮し、新たな可能性を切り開いていくことでしょう。平野志耀と山下智久のこれからの活躍に目が離せません。家族の絆と憧れの存在との出会いが、彼らをより一層魅力的なアーティストへと成長させることでしょう。